ニューウェーブ、SF、SF におけるニューウェーブ、新しい波運動は1960年代に発生し1970年代にかけて文学的、芸術的な形式と内容において実験的な作品を生み出した。その主張は運動を主導した一人である J.G. バラードによる SF はそっと宇宙より内宇宙を目指すべきだに特徴づけられる。 代表的な作家として、バラードや、ブライアン・オルディスなどが挙げられる。また、アメリカの代表的なニューウェーブ作家は、ハーラン・エリスン、サミュエル・アル・ディレイニー、ロジャー・ゼラズニー、トマス・エムディッシュなどがいる。日本では、山野光一が専門し、機関 NWSF を主催して、自らも作品を執筆。日本のニューウェーブ運動の先導役を務めた。この他にも、 つつ康隆、荒牧義雄、らまきよ日広隆などが、意欲的な作品を発表した。1970年代に入って、ニューウェーブ運動そのものは、急速に沈静化していったが、SF を縛っていた、様々な制約、例えば性的な描写をしないなど、織田橋し、沈退していた、SF 界に再び自由と活気をもたらした。また SF における、 文章表現の宣伝にも貢献した。ニューウェーブは一般的には1960年代に始まったとされるが、その方がは1950年に創刊された HL ゴールド編集による SF 誌ギャラクシーに見られる。ジェームズ・イーガンはゴールドは冒険家、発明家、技術者、科学者ではない平凡な市民に焦点を当てたと評し、SF 史かデイビッド・カイルは ゴールドの仕事がニューウェーブをもたら元となったとしている。ニューウェーブの作家たちは、パルプ家及び黄金期といわれる時代の SF は、打ち捨てるべきであると考え、J.G. バラードは1962年に、SF は、星間旅行や、異星人の生態や、銀河戦争などからなる宇宙からは背を向けるべきだと述べ、ブライアン・ウォールディスは、著書、一兆年の縁で、SF の小道具である宇宙船。 テレパシー、ロボット、時間旅行といったものは流通の過程でコインのようにその価値を低下させていくと書く。ハリー・ハリスンはこの時代を古い障壁は消失し、パルプタブーは忘れられ、新しいテーマと作法が探求されたとまとめている。そして作家たちは伝統的な SF の外に手本を探し、ビート作家ウィリアム・エース・バローズが注目された。バローズの使った カットアップなどの技法や SF 的な比喩など小説の可能性を拡大する過激な手法は多くの作家たちが真似ようとした。ニューウェーブの厳密な発生元についての共通認識はないと言ってよい。アダム・ロバーツはアルフレッド・ベスターがこのジャンルを開拓したと主張し、マイケル・ムアコックは D ブラケットを真の凶暴の一人と称している。しかし多くの評論家も認めるのは ニューウェーブは1964年にマイクル・ムアコックが編集長となったニューワールズ誌で始まったということだ。アメリカでが編集していたアメージング・ストーリーズ誌やファンタジーサイエンス・フィクション誌が非日常的な物語を生み出していた時期にムアコックは新しい方針への転換を図った。ニューワールズは旧来の SF 誌との差別化を模索し1964年の 復刊時から SF 史というよりは文芸雑誌のようなスタイルに変貌した。J ・ G ・バラードは1950年代末から得意な作品を発表していたが、1962年に内空への道はどちらか。で、SF の文体や形式が今 SF 読者を退屈させているのはそうしたものであり、それ自体が文学の他の方面での発達に比して、 時代遅れに見え始めているのである。と述べて SF が目指すのは外宇宙ではなく内空であると主張した。ムアコックは破滅していく世界を受け入れていく主人公を描いた沈んだ世界1962年などを発表していたバラードと地球の長い午後1962年クレイベアード1964年など多彩な作品を発表していた。 ブライアン・オールディスの二人をニュー・ワールズで大きく取り上げ、他の作家においても実験的な作品を多く掲載し、これらの作品はスペキュレーティブ・フィクション、四弁小説と呼ばれた。1964年のニュー・ワールズ復刊第1号にはバラードの長編、決勝世界の連載第1回とウィリアム・バローロンが掲載されている。また、掲載作品に制約を加えず、 大胆な性描写や冒涜的な作品も掲載され、また、主流文学の作品も掲載し、読者からは、熱狂的な指示と反発の両方の反応があった。一方この時期のアメリカでは、当時のカウンターカルチャーの傾向を反映した作風と、技巧で脚光を浴びたロジャー・ゼラズニーや、サミュエル・アール・ディレイニー、ハーラン・エリスンらがおり、彼らも、ニュー・ワールズに作品を発表した。 また、アメリカでアンソロジー年間 SF 傑作選を編集していたジュディス・メリルは、1956年発表のバラードの初女作プリマ・ベラドンナ以来バラードの熱烈な支持者となり、1965年にロンドンを訪問し、イギリスでの新しい SF の運動をニューウェーブ・ニューウェーブとしてアメリカに紹介した。アメリカではニューウェーブ運動は、 SF に現代文学の手法を取り込むことと、理解されて様々な実験的な作品が書かれ、ハーラン・エリスンによるアンソロジー、1966年、1972年、が大きな成功を収めた。ムアコックの編集方針の下で、銀河戦争は去り、ドラッグを受け入れ、エイリアンとの遭遇が減って、ベッドルームの場面が増えた。文としての実験が要求されるようになり、 ウィリアム・バローズの有害な影響が優勢になる恐れを生んだ。ジュディス・メリルの観測ではニューワールズは当時のニューウェーブの潮流を記録した出版される温度計だった。アメリカでは熱い議論が繰り広げられた。イギリスではそれを興味深く見ていた人々もそうでない人々もいたがアメリカではそれを異端とするか素晴らしい革命とするかの両論があった。という。 ニューワールズに発表された中では、T.M.Dish 巨像のエッコー、1966年、キャンプ収容、1967年、s r ディレ a ニー、字は純宝石の螺旋のように、1969年、h エリスン、少年と犬、1969年、などが傑作として残っている。ノーマン・スピンラットが1967年に連載した。 バグジャック・バロンは全編暴力と性の描写に埋められた問題作で多くの批判にさらされた。またバラードは破滅者の長編、燃える世界、結晶世界に続いて前衛的文明史、メンバーとの交流を経て、1966年から残虐行為博覧会など自ら濃縮小説と呼ぶ実験的で難解な短編説群を発表し、1970年代に なると、クラッシュ、コンクリートの島、ハイライズのテクノロジー三部作など、新しいスタイルへと移行していく。B、オールディスも、また、世界 A の報告書、1968年、頭の中の裸足、1969年を経て、言語実験小説、マラキア・タペストリー、1976年へと、完成度を深めていった。ニューワールズでは、ラングドン・ジョーンズ、 エム・ジョン・ハリスン、ジョン・スラデックといった作家が活躍し、ニュー・ウェーブには批判的なヤン・ワトスンもここでデビューた。しかし、ニュー・ワールズは実験性が過度になって勢いを失っていき、1971年頃には月間から期間へと移行する。アメリカでは、デーモン・ナイト編のアンソロジーシリーズが1966年から発行され、多くの新しい作家を育てた。 若手だけでなく、既存の作家でも、ロバート・シルバーバーグは、ニューウェーブの影響で、実験的で、シリアスな作風に変わり、ニュー・シルバーバーグと呼ばれた。1950年代から複雑で得意な作品を発表していながら、注目度の低かったフィリップ・ケディックは、ニューウェーブの視点がもたらされたことで、高い評価を得るようになっていった。主流文学の作家であったカート・ボネガットや、ジョン・バース、 トマス・ピン・チョンらの SF 的な題材の作品も SF 界からはニューウェーブという位置づけで見られるようになる。また1960年代のカウンターカルチャーの交流に伴い生態学的視点を持つフランク・ハーバート、デューン、1965年代やコミューン的な共同体を描く RA、ハインライン、異性の客、1961年はベストセラーとなっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。